今日は彫刻家の武田森博さんのアトリエにお邪魔したいと思います。ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ここは町田なんですけども、はい、町田です。すごく綺麗なのどかな場所です。ここはもともとは養鶏場の跡地だったところなんです。養鶏場の跡地、はい、もう何年ぐらい経ってるんですか。ここの場所で仕事を始めてからちょうど30年ちょっとになりますね。そうですか。はい、彫刻工房スタジオ306っていう、306の意味は何ですか。306っていうのは、ここの場所が三輪町なもんですから、三輪町、それで三輪で3ので輪っかだってるので、で6は最初はここのメンバーは6人いたんです。で現在は1人独立して5人なんですけども、はい、で最初のメンバーの6名っていうことで、それで三輪の6名。あ、でじゃあここが6名で使っていたアトリエ。はい、そうです。今5名で、はい、現在は5名。すごく味がありますよね。なかなかこういう場所には来れないんですけど、はい、ここはもう本当に養鶏場のまんま残って、そうですね、この梁のところはみんな、うん、あとはみんなでここにトタンを貼り付けて。あ、そうなんですか、はい。で私が今ここで、はい、制作している場所ですね。これ綺麗な作品ですけども、はい、この作品のタイトルは何ですか。これはトライアナングルっていうタイトルです。トライアナアングル、トライアナングルですね。トライアナングル、ここ三角のところを穴になってる、はい、ということで、はい、穴が入ってるんですね、はいはいはい、ちょっとダジャレが入ったタイトルで、そうですね、面白いですね。それでこの作品のイメージは、はい、ウクライナの教会の建物の形から触発されまして。あ、そうですか、はい、それでこの、それをイメージして私はこのトライアナングルというタイトルの作品を作りました。これは何年ぐらい前に。これはもう5、6年経ってますね。そうですか、はい、つい最近うちの画廊でもウクライナの、はいはい、写真家のガリナさんが、個展をされたんですけど、やっぱり向こうの、ね、木造建築と日本の木造建築っていうのがすごく、はい、そうで、やっぱりなんかありますよね、共通するもの。この中の黒いのは、ここは着色です。着色ですか、はい。なんか武田さんの作品にはこの白っぽいのと黒っぽいのの対比が、ここはいわゆるコントラストですね、はい、中と外の世界っていうことで、中と外の世界、はい、まあ、中が暗いって感じですか、ね、まあ、中は、まあ、まあ暗いっていうか、まあ、いわゆる宇宙みたいな、そうですね、中は宇宙っていうことです、うん、この木は何の木ですか。これはね、岐阜で毎年私が木彫のシンポジウムで制作してまして、はい、それで土地を使ってるんです。土地、はい、土地の木ですか。土地の木です。もともとの土地の木どれくらいの大きさなんですか。もともとはこの場合は大体まあ、ギリギリは使っててもやっぱり最低限やっぱり直径はやっぱこのぐらいはどうしてもねないとこの形は作れません、うん、あれ一本の木ですか。一本の木から、はい、こうガサッと切って、そうですね、一本の木から形を作って、うん、ここで何でも作れちゃうんですね。こういう感じの、そうですね、これがまあ原木ですね、はい、うん、大体この形をイメージしてもらえば、はい、ここから形が生まれてくるという。こちらの作品は、はい、これは今新しい作品なんですけど、これはウイシュキっていうタイトルで、ウイシュキ、かわいい名前で、はい、これはですね、一応ダブルのイメージがありまして、はい、ウイシュっていう言葉の中には、うん、希望
という言葉と、うん、ヒゲという言葉、はい、はい、ヒゲという言葉2つ、それでその2つのイメージを重ね合わせて、はい、作ったものなんです。なるほど、とっても可愛らしい感じで、まあ一応まあさっきのダジャレなんですけども、はい、ウィッシュっていう言葉の中に木が入って、はい、それでウィッシュ、はい、あれでウィッシュ木になったあ、かわいいですね、はい、ウィッシュ木、これも全部ウィッシュ木。そうですね、これもウィッシュ木ですね、うん、あちらは、あっちはまた別の作品なんですけど、うん、やはりシンポジウムで作った時の、はい、本当はハートになってたんです。あー、ハートの形になってたのを、はい、横で切って、でまあまた違う作品に なったんですけど。へえ、ありがとうございます。はい、なんかせっかくなので作品を作っているところを見せていただいてもいいですか。はいはい、一応今度の展覧会に出す、はい、作品なんです。それで、はい、これ一応まだ途中なんですけども、ここの側面を彫ろうと思います。あ、お願いします。はい、何で彫るんですか。これはやっぱり木彫用ののみですね。のみ。金の のみはここにたくさん、はい、いろんな種類が。あ、すごい、いろいろありますね。はい、いろんな種類があります。でも手とか切ったりはしないですか。もう何回も手も切ってます、ね。何回も切ってます。はい。うん、もう過去にこれは半分。ええ、これはカンナで削っちゃいました。こっちですか。はい、これです。うわ、カンナで削っちゃいました。ちょっとないんです ね、もうだから爪を作りすぎちゃったのかもしれないですね。爪をいっぱい最初の頃作ってましたから。爪を、はい、爪先を、で自分の指も彫刻しちゃいましたそうなんですか、まあ、それもダジャレみたいな面白いですね。じゃあ、はい、掘らせていただきます。お願いします。はい、ウイスキー壁用に飾る。はい、今度うちのお店に飾れる感じですか。そうですね、今度の展覧会の時にこれを出品しようと思ってます。 ありがとうございます。完成品がもうすぐ見れるということですね、はい、でここもやっぱり黒くなるんですか。そうですね、ここは最終的にここはバーナーで、バーナーで、焼きます。バーナーっていうのはプリンとかの上に焼くのと同じバーナーですか。あ、そうです、そうです、同じです、うん、あとこの間の写真で見せていただいた作品の中に、はいはい、竹藪の中にハートっぽいのが、あ、はいはいはい、作品があったんですけど、はい、あの作品のテーマは何ですか。あのテーマはハートなんですけども、あのハートの形を生み出す前にやっぱり三角、さっきの三角なんですけど、はいはい、それでちょうど子供が生まれた時にですね、その子供に何かプレゼンテーションしたいなと思いまして、それであのハートの形が生まれました。あ、そうなんですか。素敵ですね。素敵かどうかわかんないですけどね。なんか全部ハートを感じるんですけど、武田さんの作品から。まあそれは自分ではそうどういうことかはちょっとわかんない。その感じてもらうのは一番嬉しいことですけど。はい。そうですね。これも逆さにするとハートですしね。そうですね。うん、これもやっぱり、ね、ハートの形も残ってますね。うん、それではこのハートいっぱいの武田さんの作品を見に来てくださる皆さんに一言。そうですね、たくさんの人に武田萌弘の世界を、知っていただき、そしてまた楽しんでいただけることを願ってます。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。制作頑張ってください。お邪魔しました、